パープルーム TV 渡さんからリクエストでお互いがどう見えるのか話せみたいなありましたよね。ねお,お互いのでもまあ正直、うん、梅津さんの作品と存在自体を知ったの本当にちにちょっと前っていうか。 パープルムギャラリーに来てくださったんですよね。そうですね。去年、えー、去年です年末,年末で。でもそのよりま一年前か二年前ぐらいからこういうのあって面白いんだよって言われて,て、それであの当時まあツイッターあった頃にあの見たらすごい面白いこと言っててなんかあのめちゃくちゃ。 美術教育批判とかしまくる。ああ、まあ、よくやってますよね。結構正直、めちゃくちゃ結構シンパシーを感じて、そこに関しては。なんか、この人すごい面白いなと思って、ずっとフォローしてて、まあ、俺、全然書き込みしないんで、もうほぼ死んでるんですけど、見てるはいるんですよ。で、なんか、もし、なんか結構似たような考え方持ってるなってずっと思って、でも、でも、作風とか。 そういうういの全く違しそこで初めて作品とかを知っていつかまあパープルーム遊びに行きたいなと思っててでなんかちょうどその僕窪君って共通の友達の家で忘年会的な集まりがある時にあの今日何かやってるか行こうよっつって行ったら。 たまたまいて結構集団で来たね来られましたもんね十人ぐらいいませんでしたっけ十人ぐらい多いそうマジで十人ぐらい来られてすごいすごいなパープルームに多いうんパープルームに多かったですはいでもいい出会いですねでもそれで僕もやっぱり昔から僕は作品を昔から知ってたのであつくらさんってあのつくらさんですかみたいになってそこからちょっとラインを交換してそうですねうん。

心情とか性質は違うところはあるんですけど多分似てるところっていうのが多分その今の日本のアート界ってやっぱりその助成金とか美大の先生枠とか日本のアート界に対する不満みたいなのも完璧に一致するんじゃないですか、うん、そうですよねだからそういう意味でやり方は違うけどいかにその民間の力で信頼できる人たちと一緒にちゃんと自分の身銭を切って、うん、自分のリスクを負って表現をしていこうっていう気概がある。 ってていうう意欲が多分に似てるんだと思うんですよいや僕本当、うん、あの今ちょっともう子供も二2人いたりして、うんはい、結構忙しくて、うん、あんまできなくなっちゃったんですけど、うん、それこそ昔2013年ぐらいに、うん、それこそ,その何塚の地下2階にアトリエあった時に、うん、2013年頃ちょうど若干スランプになって作品あんま作ってなくって、うん、でもなんかそのスペースもったいないなと思って、うん、なんかあのベルリンに行った時に。うん 2011年とかベルリンに3ヶ月ぐらい住んでたんですけどその時になんかアーティストがあの自分たちのアトリエに週末になったらもう勝手に集まってきて作品持ってきたり、えー、よそのアーティストとかも作品持ってきたりして適当にかけたりして酒飲んだりして集まっててそこに普通に美術館のキュレーターとかあのギャラリーギャラリストとかも遊びに来たりしてなんか一緒に酒飲んで別に今日何かあると告知してるわけでもなくうん、うん。はい そう,いうの自然にやっててめちゃくちゃうらやましいわけいいですね。もちろん偉いキュレーターの人はなかなか来ないけどうん、うん、若手キュレーターの人とかはやっぱりそういうとこ見て回ってやっぱこうちょっとでもいいアーティスト探したいみたいな、うんうん、そういう感じでこうそれとやっぱアーティストのやっぱ自分先見てほしいと結構合致しててなんかそれが自然にできてる。 すげえ羨ましいよってそういうのやりたいなと思って2013年に自分の,あのアトリエでそのまあ誰でも展示できるなんか作品持ってきてくださいってあのんと一晩だけの展示ですよね。酒はこっちで用意するんでみたいな酒だけ買ってきて来た人みんなでタワーで配ってで作,品も作品かける人は酒代をじゃあ割り返ししようみたいなって感じでまあ大体56人集まってやるっていうのをやってたんですけど。 俺のイメージじゃ同級生ぐらいの同い年ぐらいの人たちでそういうのできたらいいなと思ってたらなんか結構美大生とかが何塚の地下行ったらタワーで展示させてななるるほほどど場所もいいしね広まってそれで学生がいっぱい集まるよってでまあ別に好評とかじゃないけどみんなで酒飲みながらその作家に。 これどう品っうのや聞いたりするだけの回みたいなの多い時月2ぐらいやって月に多いから月1やろうみたいなでも本当にマジであの先着順でちゃんとリスト作ってすごい次ゃあのかなたやってください,っていう学校みたいじゃな、うん、いですかね学校みたいな感じって2013年ぐらいですか2013年から15年ぐらいまでああ実際に見たかったな、うん、でも実際そこから来た子で あのー、それこそ何塚の下でやつとか何塚が見に行て<ー>今回どんな感じなんですか?えー」。「いいじゃんこれ」っつって「これ売ってよ」って言って、えー、その子作品とか売ったことないからいくらと言って「いや売ったことないです」っつっ,て言ったらじゃあ2万で買う」万でっとかをいい 普通に何かアートケロンとか持ってって10万とかで売れたってってじゃあ君所属しようってすごいデビューしたやつもいいの、えーえー、誰なんですかそれは,それは阿部鋼太郎ああいうそいつはずっと俺のアシスタントをやってくれたりもしてたしあ<ー>結構だから本当、うん、そんなん来ても結構人生変わったやつもいるしくらさん今もあれですもんねそのちょっとしたあれですもんね工,工房っていうかアシスタントも何人かいらっしゃるですよね今いやまあ ちょっっととスクールぽいいうかだからやっぱアシスタントって作家希望の人が多いんで作品見てアドバイスしてとかちゃんと3人ぐらいデビューさせたってすごい。なしかも金払ってちゃんとアシスタントしてもらってますから。 それすすごいですね、うん、だから美大は逆ですもんね美大逆ですよね高額の授業料払わせてデビューもさせてくれないですか何、ね、かもっと大きい絵描いたらどうとか言って終わりすあもっといいこと言ってると思うけどな、うん、いい、まあ、マジでやばいよ雑に言うとね本当にそんな感じの雰囲気はね。や また美大批判になっちゃう。大批判すぎいて逆に。僕専門家だからね。ってたんですけど、同じなんですよね。ムさびの映像。ムサの映像か言っゃたんですけど、本当に学校行ってなくて、僕の時代は年間に3本ぐらいしか、あの、えっと、課題なかったんですよ。えぇ、そ前期、後期の3本しかない。んか、たまびによく帰ってた。 いやだその3本とか全部一夜漬けで終わらせたりとかして <laughs> 本当にもうドブのように学費捨てててうん、うん、で予備校時代の友達がみんなたまび受かっちゃったからたまびばっか遊びってたまびでなんかあの当時まだ周りに家建ってなかったんで毎月レイブパーティーみたいなのやったりして。えー すごいな。でもなんか、だけど、こう健全というか、なんか大人っぽいですね、なんか。大人っぽいなんていうんだろう、そのパープルームとか、だとそっちのなんだっけ、カオスなんとかとかはさ、もうちょっとさ、絶対かってもうちょっとさ、なんていうのかな、もうちょっとこう趣味が歪んでたよね、多分なんか、集まってくる人たちが、そのなんだろちょっと残念感が漂うっていうか、なんか、レイブとか絶対起きなくて。 本来は反抗的なものだと思うんですけどなんて言うんだろう偏ってましたよね我々は多分まあでもそれぞれが偏ってると言えるんじゃないかなとにかくそれは素晴らしい素晴らしいですね結果的に素晴らしい経験結果的に真面目に学校行かなくって授業とかも全然つまんなかった授業も出なかったんで音楽ばっか作ってたんですよでだから結局グラフィックとかも全部独学でやったしでその後何塚に入って 作,作品作ろうよって言われて作品なんか作ったことなかったから自分でグラフィック作ってたのをどうやってこう書き起こしていくかみたいな試行錯誤して、うん、絵の描き方も誰にも教わってないからだからあの、うん、それは最初コンプレックスだったんですやっぱあの油絵家とか行ってた人に対するメイティングってやっぱそのちゃんとやっぱ歴史があってとか、うん、そういうの見れば見るほど自分にはできる気しなくってやっぱ 途中からそのやっぱグラフィックを自分の作品をうど,どういう風うに再現するかみたいなのを試行錯誤してやっぱ10年経った頃には自分のスタイルが確立してたんで、うん、逆になんか今はそのあんま誰も作らない作り方してるからやっぱ海外のフェアとか持ってってもこれは一体どういう作り方してんのみたいなだからすごくユニークな作り方<ー>存在にはなれたんで。うん そこは逆に良かったでも今のってこう制作における結構普遍的な話だと思っていて作家ってこう最初の何ていうスノーボールっていうかな最初はすごくシンプルなアイデアとか方法論だけどそれをこう改良したりちょっとずつカスタマイズしていくことで,で、まあ、途中でそれを、ね、やめちゃって別系統に行くこともあるし、うん、だけどそれ転がしてるうちに結構。 変な方、変だから梅ラボさんとかもそうじゃないですかなんか変なねこうまあそうです僕も油絵の教育とか全然出てなかったから無事にまあとはいえとはいえとはいえ梅ラボっていうのはその父も母もねあ家の代なので実はその そうういねもっとちゃんと真面目に教わってれば全然メディウムの使い方とかも知っていたんですけどでもやっぱり小さい頃から目にはしてたのである意味サラブレッドというかある意味では普通にサラブレッドだと思いますけただのオタクじゃなかったっていうねそうですでも自分で生み出したからこそオリジナリティになったということですよねそれは結構大事ですね僕がいかにこう アートを学んだかっていうのは、うん、あのそれこそ何塚か海外のフェアに行く時に、うん、飛行機代だけ払って寝袋持って、うん、ホテルの床で寝させてっ,つってなるほど,なるほどるで,で、フェアをとか美術館見て回るんですけどフェアをとにかく、うん、何もアート詳しくないんですけど、うん、フェア見て目で見てうわこれが本場のものかみたいなかっこいいものを見て、うん、もう肌でずっと感じてたんですよ。で、やっぱ 画集とか写真ででで見見るるとやっぱ違うんですよ、うん、生でそれを結構何年もやって、はい、で自分の作品とやっぱ見比べていてまあ海、うん、外,外のフェアとか自分の作品とか出てるの見て、うん、まあ最初行った時なんかもう俺なんかまだゴミのような存在だと思ったけどやっぱ数年経った頃にはあちょっと太刀打ちできるようになってきたかなと、うん、そしたらやっぱその頃からやっぱ海外の芸人から声かけられたりして。 現場でそういうただ肌で感じながらこうあの成長してるだっていうかだから今でもやっぱバーゼルのバーゼル持っていくとまだまだ自分なんかあのこのでっかいやつらには勝てないなっていうのを感じつつやっぱあのそこでやっぱ敗北感とかを感じるのもやっぱ大事だな、うんうん、なるほどなるほど梅ラブさんもちょくちょく出ますすねねそうでありがたいことに、うん、なんさんから お声掛けいてでも本当にちょくちょくですけどね、うん、その多分レギュラーメンバーではないというかわかんないけど昔カオスランジーがずかさんとかでやらせてもらってざっくり言うとなんずかさんはカオスランジーはうーみたいな感じだったけど僕のことは、うん、評価していただいてさ、うんうん、<laughs> ということでなるまあでもやっぱりこれからアーティストになろうとか作りたいっていう人はいきなりフェア行くのは少しハードルもまあ高いかもはしますね、うん。でも絶対見た方が うん、それはもちろんでもやっぱなんか音楽にしてもいきなりジャズの良さって分かんないじゃないですかポップス聴いてた人が。うん、で別にあのでもなんかずっと聴いてたらなんとなく分かってくるとかそういうのあるじゃないですか。やっぱだから最初よく分かんなくてもなんかやっぱ見続けてたらなんとなく自分の中で良し悪しみたいな。 だからいきなりバーゼリー行けとは言わないけど海外のフェアはとりあえず経験としてやっぱ、うん、あの美術を目指すんだったら行っといたほうがいいかなと思います、ねうん、確かに今現代アートがすごく分散してるというか多元性というか多様性を歌うあまりなんかそれぞれの競技人口が種目ごとにすごい少なくなってる感じがして、うん、まあ要は中心がなくて今言ったようにその。 アートフェアとかの方がある意味天下一武道会のようなわかりやすいルールが一目瞭然であるじゃないですかわかりやすいですよね。だけどもうちょっとリレーショナルアートとかもっと社会派のアートになってくるとどの告発の仕方が優れてるかとかななかか難しいじゃんコンセプチュアルアートとかミニマルアートはやっぱフェアとかだとちょっと難しいですよね。 古典とかを見たら、めちゃくちゃかっこいいけど、そうそう。だから俺もフェアでソルルビットとか見たときに、これはと思いますよ。わかこれは、ただの幾何学の置物なのではみたいな。フェア向きじゃないのに、なんで出したいんだろうなって思っちゃって。僕はどっちかっていうと、フェア基準で美術を見ない方だけど、でもたまに行くと、そこは、なんだろ、そこの切磋琢磨というかね、すごい、やっぱり圧がかかってて。また国内とは全然違いますよね。 海外のフェアに1週間ぐらい、ね、なんか毎日見てたことがあって、うん、どのタイミングでどのギャラリーが何をかけ替えるかとか見てたことがあって、面白いですよね、うん、あとクレ、くれ,れたんだ、そうですね、<laughs> それいうのはちょっと面白いですよね。うん、あと、自分が出してるとその、ね、売れた、売れないっていうのは、すごいこう直に来るというか、僕もちょくたまに出ますけど、フェアは。でもやっぱり僕の場合、やっぱり、えっと、不,先不先輩な感じはありますね、フェア,フェア部門に関しては。不不不先先先輩不先輩輩 負けてますうううーんやっぱり僕はフェアでなかなか本気を出せない可能性がありますね、うん、やっぱりそのフェアが嫌いなわけじゃないんですけどやっぱりこう世話しないじゃないですかやっぱり、まあ、世,話世話しないしやっぱりコレクターが上位のところにいるから、うん、コレクターに認めてもらうっていうのが尺だなとか僕もやっぱり思ったりとかでもやっぱりそ,そういうルートを通らないといけない世界もあるなとか、うん、まあ僕まだ未だにこじらせてるんですよやっぱ40過ぎてるんですけどなんかこの作品は売れない方が とか売れそうになったのを断るとかいまだにやってるので売りたくなないんかよく分かんない僕自分が何をしたいか分かんないことがよくありますよなんかこううんアートフェアなのにあ東京現代ですよねやばいです僕本当にやばいやつで3人欲しいって人がいたのにやめてくださいとか言ってそれを,それをキャンセルさせたんですよ。の人がもうポカンとしした顔をしてて まあ、埋めつ、そういうやつだよなみたいな感じになって。さすがっす。そういうなんか、購する人が不満とかではなく。いや、なんか、生理的にここじゃないなと思ったんですよね。うん、でも、多分、向こうからしたら、ここじゃないのは、お前のアクションだろうみたいな。そういう、やっぱり、やっぱりね、僕はね。そう、やっぱり。そういうところは、やっぱ、しびれ。いや、しびれとか、やっぱりね、でも、それ、売れないと、やばかったんですよ。僕も、貯金が減ってきてて。アーティスト。そう、そう、だから、やっぱり、そういう、こう。 ややっっぱぱりりビジュアル系の影響を受けすすぎてるんですよ僕はやっぱりああそれなんかあれだからんか武道館を目指すだけがビジュアル系じゃないっていうか、うん、なんかそういうこうああ基本はじゃあ武道館だみたいな数じゃなくて深さだみたいな<ー>なんかそういうこう僕そういうものに30年ぐらいどっぷり使ってるのでちょっとその洗脳されてて僕なんか逆にあんまりまだそのピ,ピンときじゃなくてそのアートの本場のやり手みたいなでもウでも梅の場合ちょっと面白い立ち位置でやっぱり作品自体はフェアとか オークションとかに向いてるところはあるけど執事はもともとポストポッパーズとかカオスランジっていう日本のちょっとね前衛の系譜というか村上さんの絵とかカオスランジのああいう面倒くさい文脈もあすごいベッタな話だけどやっぱりコミケに初めて行った時とかオタクの熱量みたいなやっぱこれが本物なんだみたいなのがあってアートの世界は結構なんか。 ななるほどねみたいでもそれはかる僕もそのビジュアル系と比べるとアートこんな感じだよねただやっぱり海外の美術館とかアドフェイア行くとさすがにすごいなるんだけどどこか冷静に見てる熱量の話かいやわかるけどそんな単純な話なのかっていうねちょっとわかりやすくわかりやすくとだから僕からすると梅のブ作品も最近そういうカオス的な赤が取れてきて。 あなんかキャラっぽいなんだろう,うなんていうのクオリティーは上がってて。もっとなんかっ、ね、でもと,ともすると、この山口めぐるとかと何が違うんだみたいなふうに思ってた時期もあって。そう,そう、そういうものをディスっていくスタイルなんだけど、なんか,なんか普通に売れてしまったらダメじゃないかと。もっとこう、<laughs> いろんなカルマとか、その、いろんなこう、ねじ、なんかこう、めんどくさいものを抱えていたのが、梅ラボだろうっていう思いがすごくあって。<laughs> <や> <laughs> 積じゃない。いや売れ方なんです。よ売れ方が難しいこと言うな。売れようとか売ろうってなるとやっぱ良くないんです。そうね。そう。あの純粋にいいもの作ってたら、そうですね。ただ普通に売れていくだけなのそれは僕も思います。そうですね。はい。僕それがすごい好きだったんです。あ、んクライアント仕事違う。だから多分僕はあれなんです。多分ロマン。 ロマン主義なんですよ。だから僕は必ずうまくいくとは思ってて。だけど、その、最初やっぱりアクシデントがいっぱいあった方が見る方が楽しいじゃないですか、お客さんも。大丈夫かな失敗みたいな。そう、それで。俺の最近の忘れちゃった。<laughs> えっと、だからその、めっちゃ見てくれてるのが。そうこ、ここ数年やっぱり本当にこう、売りに、 単にこう自分の趣味に走ってただけな感じがしてて、ナデミューっとかねああ。かそでそ,でそれで、こはそんな積まれないんだから。そうでしょなんかたるんでるなと思って、うん、作品のクオリティは上がってるけど、それじゃコレクターが喜ぶだけじゃないかと。もっとカウスラ呼んでくるね。そう。それで今回も、もそう強行手段というか。うん、カウスラに行た頃はまた違ったんですか。そうまた違う。うん、そうだね。まああれあの時はあの時の問題があるけど、はい、今その問題すらもなくなった問題を抱えていて、なのでなんか。 な,なので、その、梅ラボは、そのオタクとかキャラだけじゃなくて、まずお父さん、お父様を見ろと。ルーツをね。ルーツは,僕は、ね、僕もまさかその切り口から来るとは思います、ね、面白いでしょ。だからそれで実家に行って、ねね、お父様の作品素晴らしいじゃないかと、これを使え <laughs> っていう、みたいな感じでこ、これ、<の>好きなものを塗り前に使ってるように見えてるってことですれあね。 逆、逆襲の社を最近見たんですよ。もう一回。例がちょっとなんかあるんだよ。なんかその、ネオジオンがほら。ちょっと古いんだよ。いいじゃん。わかりや、いいけど。だから逆襲。なんかサイコフレーム、サイコ、サイコフレームがなぜかこう、送られてきたみたいな。ちょっとこう。あ、わかる。ちょっとピンとこないんだよね。ピ出とこないもんね。うん。わかる。カラとかいるけど。ごめんなさいね。水星の魔女が好きです。やっぱ JNT さんがデザインしてる。厳しい水星の魔女は。でも JNT さんがデザインしてるんですよ。え ?JNT さんがデザインしてるんですよ。あ、わかります。ワンダムん。JNT ヘッドさんですよね。熱いものをいすか。 解放されたいといてとにかく僕アートってやっぱり面倒くさいものを抱えてるっていうのが大事だと思っていてなので僕が面倒くさくなろうと思ったんですよまあそれは間違いなくあると思いますくさだからその僕は梅沢にいいことをしたいとか梅沢ありがとうとかじゃなくてああもっと踏み込んだ話をしたいみたいな。とんかこのドン つくらはんに見てどうですこの感じ。面白くないですか面白くない面白くて、いっかんどういう見方をしてるのか僕はね、なんか僕と友達だったと思ってたんですよ。友達ってかだってこんだけ長く付き合いもあるから、それはね、友達ぐらいに思ってますね。ただの知り合いだと思ってたんで。そうそう。思ったより、何もなかった。そうそう、何もなかった。友情はないですよね、別に。ありますかまあ、普段別に、美術以外で会あったりしないしね。全く合わないですもんね。あと、お酒も飲まないし。お酒飲めないっていうのは大きいかもしれない僕はバーに行かないと死ぬので。すごいですね。飲みすぎない気をつけてくださいね、本当に。 でもソフトドリンクって楽しいですか、そんな言い方あれですよね。コーヒーとかすみません、あえて言ってます。それ、お酒飲んで、やったら飲みたいけど、アニメ見てるとき以外、何が楽しいんですかええまあなんか、ゲームですか僕、アニメで撮ってるの音ゲームの方がやっぱ、自分の身体性が、いわゆる一般的な身体性とは別の部分が拡張されて、それが二次元につながっていくみたいな錯覚、そのリアリティがあって、それしかないのよ、むしろ。 だから、美術よりもゲームの方が大事なんです、基本的には。かるただ、ゲームで生きるっていうのは、すっごい難しいことで、まあ、今、プロゲーマーとか、格闘ゲームとか、うん、あの音ゲーマーの人も、すごいちゃんと市民権を得て、うん、あのストリームサービスもやっぱ、かつてに比べたら、すごいやっぱこう、市民権を得てるから、ちゃんとこうあの職,職業として成立してるんだけど、でも、それは違う、それは無理だし、僕にはできないと思う。 もっとプロゲームあったんですよ。厳しい世界さ。え、どどんなゲームのジャンルだったんですか。PUBG。PUBG じゃ今エピックスとか。いやもうエピックスとかもやったけどやっぱもう大人とか。二十後半なんですけど。年齢がね。もう三十ぐらいかな。もうやっぱ十代に淘汰してしまってないね。二十歳以降きついっています。よねハットゲームまた違うらしいんで、こコーチの仕事とかもちょろっとやってたんですけど、まだまだ。 仕事はないそれもなんか実業団みたいなとこ入って会社から給料もらいながらやってたんですけど <laughs> プロゲーマーのなんか普通のなんか日中は普通の,のー大体みんなそうですよね夜はそのコーチの仕事をしたりとか、うん、プレイヤーもやってたりとかトッププレイヤーであった梅原ですらね、うん、やっぱりその介護の仕事をしたり、うん、あのジャンスで働いてとかいろんな経う経してようやく 今っていう感じですもんね。ゲームの話もね、やってほしいですけど。いや、なんかその、話ちょっと変わるんですけど、<laughs> なんか作家って、あの、ゲームの解説者っぽくないですかなんか、<laughs> ちょっと思うことがある。んです解説者。そんなに上手くないゲームの解説者みたいな。なんかこう、あ、また死んじゃったとか言いながら、か面白い解説者。なんか YouTube 実況みたいな話ですか実況みたいな。そう、実況者みたいな。 どういうこともうちょっと、もうちょっと、もうちょっと詳しく。も僕もなんか今、ふわっと降ってきたものなんですけど。<laughs> でも喋んない人もいるじゃないですか、結構、アーティストって。あ、そうか。うん。うん、まあ喋る作家ならそうなのかもしれない,、うんうん、いやっていうか、やっぱりその、現代アートにおける技術って、なんかそんな超絶技巧とかの人ってそんな実はいなくて、どこかにやっぱり不備とか欠陥があるような。まあまあまあ 不備とか欠陥がある人間がやるべき仕事だからそれを完璧じゃないっていうところをと前提としてるゲームだと思うんですよねだからまいいすごいいかにも仕事できそうな人僕アーティストになりたいんですよっていう人とかが若い子と会うと思い直せっていうかお前は普通に会社行ったほうがでも分かるパートレームをちゃんとやってた時ってファイルとかよく持ってきてた人がいたんですよファイルを作ってきた時点 でっっててもららたかねファイルが作れる人はパービリームに来なくて大丈夫ですとそれは厳しいですだからまずバイトどうしようみたいな人を受け入れてましたアーティストって消去法でなるべき職業だから消去法で最初にだから美大行ってた時点でそもそも美大行ったのも 高校の時、新進学校行ってたんだけど、うん、なんか、あの勉強するのが嫌で、うん、受験が嫌すぎて、うんうん、なんか行けるとこないかなって言って、そういや、俺、絵、うん、得意だったなとかで、美、うん、大行こうと思いついて、美大行って。はいうんうん で、大学入って、バイトとかしても、なんかバイトしても、大体なんか嫌いな上司みたいな一人ぐらいまで。ありがとうございます。ごめんなさい、さくら。そういう人と、なんか、あの、うまくやっていける自信がないですよ。なんか、人とか、態度の出る人から。俺、多分会社向いてないなと思って、就職はもう、やめようと思って。フリーでグラフィックとか、やってみたけど、やっぱ、結局クライアントワークとかやって。 A 案、B 案 C 案3つ出してくださいみたいなでも、まあ、A 案が一番いいなと思ってても C 案が通って、うん、いやいややるとか、うん、なんかせっかくいいの作ったのに修正されるとかそういうの我慢できないなと思って嫌、うん、だなと思ってた時に、まあ、何十かと出会って作家がいいじゃんって言われてようやく落ち着いたみたいな。なるほど,なるほど消消去去法、消去法でうん、うん 来たんですよなんか最初からあってやろうかい一切思ってない。でもかつ面白いのはやっぱりそのなんだろうなその,そのモデルをちゃんとその後輩作家とかにもなんていうかちゃん伝授するというかそうですねその辺のだから自分がどういうふうになって困ったかとかうん、うん、あとなんかそのとにかく、うん、まあだから本来はそれを美術大学がやらなきゃいけないけれどもまず美大の先生が現場に立ってない人が多いので。 意外とこの話ってシンプルなようで結構できないんですよね、うん、なかなか。うんまあ、かやっぱいろんな活躍してる作家、うん、みんな会ってみてみんなやっぱ一緒だしなんかみんな当然のようにインプットはうん、うん、インプットっていうのはまあ漫画読んだりゲームやったり音楽聴いたり映画見たりとかうん、うん、何でもそうですけどとにかくなんかその好きなもんがあってもそれを、うん、もう若い頃か浴びるようになんかこう。はい 吸収してるような人です。ま、それもと大事ですよね。だ、普通になんかもう芸大目指して何聴もしてましたみたいな。で、えじゃあ何聴くのっつったら、全然なんか音楽詳しくなかったりとか、そういう子は多分アーティストになれないです。なるほど。いや、なるほどこの話でもなるほどな。だから僕もつくらさんと似てるところがあるんですよ。作家を育てたいとか、まあそうですよね。美術教育とかに興味があるんだけど。 僕の場合に、多分僕がこじらせすぎていてあ、作品作んないんだみたいな、いいねみたいな <laughs> <laughs> いや。難しすぎること<あ>やってるよ。作品、いいね、うん、作品、どう作品を作らないのか,とか頑張って作ってたら。そう、普通に順当に作られすぎると、なんか美大せ、美大上がりっぽいねみたいな、なっちゃういやだから、うん、結局、なんか作品作ることでしか何かしら解消されないような、うんあで。でもね、本当、結局、でも本当はそうなんですよ。 すげえ知識とかって技術持ってても<や>宿題与えられたりとか、うん、例えば展示がありますよいつまでに作ってくださいって言われないと手が動かないという人はう、うん、作家じゃなくて多分それ以外のあ。いろいろあってなんか例えば僕もそのパープルムのメンバーにのあギャラリーもやってたんですよパープルムギャラリーっていう、ね、そこであるメンバーの個展を開こうと 2>,、うん、あの2年ぐらい前からちょっとずつやる気にさせてちょっとずつこう準備してたんですよ。でその もう明日から搬入だということで本人を待ってたけど8時間遅れてきたんですよ。すごい遅れてきたそれで僕は8時間もう途中でぶち切れそうになったけど8時間を過ぎたときによしとそこぐらいまで遅れてくれたらいいいいぞとどういうことふうになっていくとこううわかりますそこれがロマン派の慣れの果てでだからパープルームって活動量の割に成果が出ないんですなかなか。 だけど、まあ、いやす、すごいでしょ、この。まあでも本当、意味がわかんないでしょ、や話い,いや、意味はね、なんとなくわかるんないけど、でも難しいことやってるなと思いますやっぱりかなり難しい。うんね、脇本さんみたいな作家って絶対パワープルームからしか出てこないですし。そうでしょ。うん。んそういうことだと思う。でで脇本さんも定期的に辞めるって言ってくるんですけど、うん、あの、その、でも辞めないんですよ、結局。辞めなくて、今度また展示していく。まあでも辞める人もいるしね。生産した成果物みたいなものになっちゃうと、やっぱりだけじゃなくて、 うん、かといってプロセスが大事とも違う、うん、物質に還元できないなんだろうなこうあると思ってて僕生成できるものが美術ってもちろんもちろん、うん、でもそれはお金に換えられないとかそういうだけの話じゃなくて何とも言えない状況が生まれたりすることがあるんですよ<う>美術っていうものを。まあそれ それはなんか、もうちょっとわかりやすくしてもいいと思う。そうだね。さすがに。で、わかりづらすぎて結局、それが風化していって、今もう誰にも伝わらないまま失われつつあるんですよ。<laughs> パワプループ活動が今。そうなんだ。だから、安藤さんとかはかりやすいから残ってるんですけど。まあやっぱ技術と、ねいやまあ、技能は違います,いますでもね、安藤さんも変な人なんですけどね。まあまあまあ、うん。でもやっぱり、<laughs> なかなかでも、やっぱりディフォルメして伝えないといけないからね、外には。うん。立川に、ねう、うん。ね 立川に移転するのに、ね、僕今、何ヶ月払ってんだ、家賃無駄に。安藤さん、今何ヶ月だ ?8 ヶ月ぐらい あそう8か月ぐらいあの行ってないところに家賃払い続けてるんですよ、僕今、今、東京ですよね、うん、東京じゃないか、コンビニの犬とか、ね、そういうことはよくあります、もう早く引っ越した方がいいじゃないですか、そんなのでもね、忙しいしね、うん、でも忙しいとはいえ、一回解約しろって話じゃん、それだったら、<laughs> まあ、まあこの、なんか経済に逆らってるんですよ、僕は今。 経済にさ、なんだろう、その、もう絶対にそう。確定申告も失敗した、ね。確定申告も失敗したのに。確定申告に失敗するのは真のアーティストみたいに、わかんないこと言ってましたよね。あの、あの収入だけ出して、うんあの、経費を計上しなかったんですよねだから、そのアーティストユニオンとか、め,めっちゃ取られますよ、たぶだから今、だからそう逆助成金みたいな、ね。そう逆助成金になってて、うん、だから、アーティストユニオンとか言ってるものの逆なんですよね。 <laughs> だから、キリッとした顔でだ <laughs> だ、だから、だから, <laughs> だからそうそうやって初めて、<laughs> あの、やっぱ、そんぐらい社会不適合じゃないいや、でも、社会に適応できる。本当はできるんですよ。なんか、余裕で適応できるけど、あえてのキャンセル。あえてのキャンセルした上での、あの、もういいじゃんってところ、美大批判とかも、いつまで、もう40好きでいつまで行ってんのみたいな。情けないじゃん、そういうのって。みっともないよっていう、でも、みっともなさの中のかっこよさがある可能性があると思っていて、僕は。いや、でも、美大批判してるの、そごかっこいいな。いや、いや、そんなこと、もう N 国と紙一重ですよ、もう、これ。これ、これはもう、 東京でぶっ壊すみたいなさ、これ絶対まずいですよ、それは。発信はしないから、昔は暇あったときは、フェイスブックとそうの書いたりしてたけど、全然しないけど、でもなんか自分と同じようなこと考えて引いてるなと、自分のところに来た人とか、周りの人には、美大批判っていうか、日本の美術教育はちょっとやっぱおかしいから。 アーティストになりたいとかそういう考えになったその美大のあの漢字とかそういうのは呼び込む感じああいうのは一回忘れた方がいいよっていうのは言ってそういうのは教えてるんですけどそれを大々的に SNS でこうずっと書き続けてるうですよ。ね僕ちゃんと実際にも言いますからね同じこと。 僕の場合、陰口になっちゃうので、マジで本人に言いました、本人に言った方がいいです本当に杉戸さん、ふざけんなよって言いましたからね、本人の前で。どんな反応だったのおおって言ってました、普通にもっとちゃんとしてほしいと思いますけどね、そうなんですよ、子供みたいなんです、みんな。天然が多い。怒られないからね、怒られないし、黙っててお金もらえるんだから、それがいいと思ってる権力を持ってるからね まあでも我々もね、権力を持ち始めている。そう、そう、だけど、美大の教授とかとは違うよ、その権力の質が。うですん。うん、自覚はしていきたいですね。だし、うん、やっぱり我々の行使できる権力っていうのは、へ変に発動すると帰ってくるからね、自分に。もちろん、もちろん。まあ、それがインディペンデントの。弱みと強みそううと、ね。その辺はやっぱりよくよく考えていこうかなと。うん。な、どうしましょうね、この話の。あ、質疑応答タイムとかに,にいい。いや、っていうか、前回も質疑応答タイムの方が良かったんですよ。あ、そうですか。うん。